私はサテライザー・エル・ブリジット、ウエスト・ゼネティックスの2年生ファンドだ。あなたが私の前にいるということは、私をパートナーとして認めたということね。今世界はノヴァという別の次元から来た敵によって滅亡の危機を迎えている。得意な体質によりノヴァに唯一対応できる私のような女性をパンドラと呼ぶ。そしてフリージングという特別な能力でパンドラと共に戦う男性をリミッターと呼んでいる。あなたのことよ。あなたは対ノヴァ戦術学院ゼネティックスのリミッターに選ばれたのよ。これからこの世界で私たちパンドラと命を懸けて人類を守るために全てを捧げなければならない。あなたの覚悟に報いる意味で私がしてあげられることがあるわ。ノヴァに対抗するためには多くの力が必要になる。私たちに力を貸してくれるパンドラを集めてみたわ。選べるパンドラは一人だけ。クラスによって戦闘能力が異なるから慎重に決めた方がいいわ。好みで選ぶと後悔するから。私があなたの運命のパートナーだってことは忘れないでほしい。あくまでも仲間としてパンドラを選んでくれたらいいと思うわ。最高のパンドラになってみせるわ。彼女に決めたのね。よくわかったわ。え、私たち二人だけでも心細いと感じているの？わかったわ。もう一人探してみましょうか。ここにパンドラ召喚カードがあるわ。タッチしてみて。誰が出るかはあなた次第ね。これで少しは安心した？意外と心配性なのね、あなた。心配しないで。私は誰にも負けない。私が必ずあなたを守ってみせるから。あとはゼネティックスの ID にあなたの名前を記入してね。ウエストゼネティックスの正式リミッターになれるわ。おめでとう。これで私たちはリミッターとパンドラとして運命のパートナーになった。一緒に力を合わせてフリージングの世界を生きていきましょう。これからあなたと一緒に過ごす時間が楽しみだわ。また後でね。人類が享受する人生という時間、それは先に散った命の上に流れている。マリア・エルカノバ。ある日突然現れた異次元体、通称ノヴァ。あらゆる物理法則と光学兵器を一方的にフリージングさせ、人間を殺戮する恐るべき敵の登場に世界は滅亡の危機に直面していた。しかし人類は諦めなかった。ノヴァとの戦いで得た彼らの生体組織から作られた
聖魂を移植され、ノヴァの性質を逆手に取った、ノヴァに対抗できる兵士が生み出された。それは、あらゆる兵器を無に帰すノヴァに、物理的打撃を与えられる唯一の存在。人類が触れてはならないノヴァの秘密の箱を開け、その産物を体に宿した少女たちがいた。滅亡の危機の中で恐怖を克服し、命を懸けた若き彼女たちに、人類は最後の希望を託し、尊敬と畏敬を込めて、パンドラと呼んだ。あいつの動き、まるで読めない。全方位フリージング。こっちは利己招待なのに完全にお手上げじゃない。結局残ったのは私たちだけ。今までにない全く新しいタイプだわ。交代しよう、ユミ。勝算がない。交代なんてありえない。ここで私たちが阻止しなきゃ20キロ先に町がある。シュバリエとカザーの支援が来るまでどんな手を尽くしても時間を稼がなきゃ。あれは今までとは全く異なる新しいタイプの怪物なのよ。たとえカザーが来ても勝てるかどうか。何なのこの圧倒的な絶望感。ルレが止まらない。一体どうすれば。カザー、あなたならどうする。勝算はあるの。お願い、早く来て、カズハ。全方位フリージング。むき出しの貪欲そのままの巨大な超越の道具か。やはり無理ね。普通の人間である先輩たちの力だけでは。離してよ、エリス。カズハが、カズハが、カズハ。
位置を、私たちを使うと命をかけたカズハのお前を無駄にするつもりなの？ごめん。だってカズハは私の仲間よ、私の後輩なのよ。ごめん。カズハ。2061年8時、ノバクラッシュ。後にタイプ S と呼ばれる、さらに進化したノバは全人類により恐ろしい災いをもたらした。同時に今は英雄と称えられる青いカズハが、弱冠18歳でパンドラの進化の証拠、ハイエンドスキルを誕生させた歴史の転換点でもあった。そしてカズハの体に託されていた20個の聖痕は英雄の聖痕として崇められ、全世界のえりすぐりのパンドラに引き継がれた。そして今、2065年、僕の姉さんはもうこの世にはいない。わあ、あなたが新入生ですよね。どうしてわかったかって、戸惑いの表情が顔に現れているからです。はじめまして、私は白雪姫、ベストデモティクスの2年生パンドラで、世間を騒がせている超人気アイドルでもあるんです。人気アイドルがパンドラなんて、そのギャップがすごくありません？もともと新入生の案内役の生徒会長が他の職務に励んでいる事情から、私に案内してもらえるなんて、あなたはなんてラッキーな人でしょうか。では早速フリージングの世界に飛び込んでみましょう。まずは招待編成の方法について説明します。よーく従ってやってみてください。招待を組んで戦いに挑むのはリミッターの基本常識です。早く成長してあなただけの招待を編成できれば最高でしょ。じゃあこれからステージをプレイしてみましょうか。
じゃないわよ。なんのこれ好き。じゃあ、超一流のリミッターになるための必須コース、授業を始めてみましょうか。授業をよく聞くだけでも、報酬がたっぷり与えられるので、決して損はないと思いますよ。よし、これまでがフリージュの世界の大まかな紹介でした。私の予感では、あなたが世界で最も特別なリミッターになれるかもしれません。戦闘はもちろん、パンドラとの関係も半端じゃない。まさしく色男の予感っていうか私も期待していますよ。これからもよろしく頼みますね。何か用？ノバたちを倒す準備はできたのか？最善を尽くします。ノバたちを倒す準備はできたのか？愛と正義のアイドルは無敵です。パンドラには勝利か敗北、2つしかないわ。最善を尽くします。ソン・エミールです。本はお好きですか？
3年生序列5位クレオだ。何か用？